じゃあ始めましょうか。昨日、選対委員長になった国田刑事です。よろしく。私の方からそれぐらいです。何かありましたら。はい。選対委員長就任の抱負を。ですね。選対委員長っていうのは肩書きはね、後からついてきたわけでして、今までもその仕事をずっとしてましたんで、ただこの時期にっていうのは、ある意味で我々の決意を示すということだと思っています。私自身としては今度の選挙の仕事っていうのは、簡単に言うと野党共闘の前進と日本共産党の躍進ということが2つ選挙に我々として望む考え方です。でその意味 で私は野党共闘のことを担当しているわけですけども、それを中心にねやってるわけですけども、簡単に言うとね、なぜ共闘するのかという原点に帰ることが必要だと思っています。でそれはやはり安倍政権を打倒すると、そして新しい政治の流れを作る、この一点に私たちの基本的な立場があるわけですね。でそして、なぜ始まったかっていうと、安保法制を反対する、阻止する、そしてそれは引き続き廃止をするという取り組みの中で、野党は共闘という声に応えて生まれたわけですから、それにしっかり応えていくということが軸であろうと考えています。したがって抱負と言われますと、四野党の共闘を、そして市民との共同共闘というものをしっかり作り上げていくというために全力を挙げたいと思っています。NEC の黒川と申します。今おっしゃった野党共闘がかなりこれ今回の選挙のポイントになるかと思うんですが、実際の、お話できる範囲結構です。調整具合、状況、今の状況を伺ってもよろしいでしょうか。私時々そういう話聞かれて、言わぬが花って言ってきましたけど、それだけじゃ花も実もあるってことにならないんで、そろそろ実も作らなきゃなりませんからね、花もそろそろ咲くだろうと思っています。そこであんまりね、こういうものってこうやってるああやってるっていうのは言うわけにいかないのをご承知の上で聞いてあるわけやから、鋭意始めていると。時期が時期ですからね、急いで、花と実を一緒に咲かせてみせると。花を咲かせ、実を実らせるか。花を咲かせ、実を花咲かせるっておかしいしな。花を咲かせ、実を実らせるということを一気にやりたいと思います。ただね、何回も言ってるようにね、四野党だけでやってるわけじゃないしね、私たちは何回も言ってるように、先ほどなぜ始まったかって言いましたけど、そしてどういうことを目指すかって言ったように、市民連合、特に地域でもですね、各地域でもそういう方々がたくさんいらっしゃいますから、そういう方々と協力をするっていうところに一つの眼目があるわけですよね。でそういうものをしっかり力にしながら実らせていくということで、展望を切り開いていきたいと考えています。実務的なことなんですけど、現状までに共産党としての、衆院選の公認数は264だというふうに言っているんですけど、現時点でどこまで公認をしているのかというと、議職15ということになっていますが、今後それがですね、それぞれ増えていくとか減っていくとかですね、追加公認するとか。今後公認数や選挙数が、どういう形で用意する作業を
進めていく、これを進めるのかという現状を教えてください。現状は残っているのは私たちとしてまあ考えているのはあと5つぐらいちょっと残っているというふうに考えています。はい。で、まあ、ただそれは一つの前提というのは野党の協力その他をこう見通してねやるということで、よく見ればあの何がどこでやってるかというのはね分かると思います。丹念に一つずつこう選挙区をね見れば、私がここはこうだと言わなくてもね、どういう仕掛けになってるかっていうのはよく見ればあれ分かるんですよ。だからただ今お話ありましたようにね、あの私たちの方であの一方的に下ろすことは絶対ないと。でその点でね、どうしたら本当にこの安倍政権を倒せるかということと、何度も言いますようにね、この間の一連の選挙戦の経験からしますとね、旗印が必要だと、まあ、いつも同じこと言ってるじゃないかって言わはるねんけどね、それはね、やっぱりね、選挙やろうと思ったら、相手は野望だなんだかって、自分ら野望しておいてね、攻めてくる平気な人たちですから、まあ、そういう人たちを相手にしてんねやから、こっちもね、きちんと、さらにきちんとせんなんじゃないですか。そこはまた私のところのええとこでね。でそれですから旗印をはっきりさせるということと、本気でないと勝てへんってことなんですよ。それはどっちの方もね本気の力出そうと思ったら、お互いに一緒にやってるよねというこの土台がないと力って出えへんじゃないですか。だから何かその相互推薦相互支援っていうのがまあ、一つの条件みたいに皆さん聞いてあるかは知らんけども、力を出すという最低限のね土台だという立場からものを言ってると、私の方はね、私はでそれをまあ一つ一つ見ながらやっていくと思ってます。関連して今総合支援総合推薦の話ですけど、まあ、一部報道でですね、民進党今回総選挙で総合支援総合推薦はしない形で、まあ、選挙をしたいという報道があるんですけど、そのあたりの打診や受け止めを、打診、別に打診はしてないです。あのね、こういうのってね、いろんなこと言わはるじゃないですか。それ全部信じてたらねやっとられるんじゃないですか。私はだから、まあ、何回も言いますようにね、直接お会いをして、真意を確かめつつやっていくというふうに考えています。でしかもそれはさっきも言いましたように、だから言ったんですけども、市民連合もいらっしゃると同時に、地方でもねいろんな動きあるじゃないですか。でそれはこの間の参議院選挙を戦うときにですね、32ある1人区、これを一緒に頑張ろうということで、私たちが方針打ち出したのは、去年の2月19日ですよ。で、できたのが5月31日、まあ、その時間は割と長かったわけ、今度はもっと早せなきゃいけませんわな。だけど、当時だって誰もその、皆さん記者会見したときに半分もできればいいわねって言ってはりましたわな。でそれを見事に全部やったわけだから、そういう意味で言いますとね、やはり今一番大事な安倍政権を打倒すると、でその上で一番あの時に打ち合わせした安保法制を廃止するアベノミクスが貧困と格差を広げたから、これを是正すると、強権政治やめようと、憲法を守ろう、憲法改悪に反対するという合意をあるわけですよね。でそういうものをこの何か一つ形作ったものとしてね、全部ありますよとは言わんけども、そういう経過があるわけやから、で総合協力総合支援というのもいろんな中身があるわけでね、そういうものをこう柔軟にやっていきたいと。
選挙公約の観点なんですけど、自民党の方が憲法改正に関して、まあ、9条のところでその自衛隊を明記すると、今議論しているのを公約に書くんじゃないかという話があって、でまああのまあ、ちゃんと書くなら書くで、まあ、これまでと違って、まあ、公約の下にちょっと書いてあるわけではなくて、まあ、分かりやすいというのがある一方で、選挙に自民党が勝った場合にはです、ね、それが民に認められたという、そういうこともまた言いかねないと思うんですけど、これに対して、まあ、共産党として、今どういうお考えですか、自民党が明記するのか、まあ、あの今のご質問は、自民党が公約にね、9条改憲というのをしっかり書き込むのかどうかという問題についての我々の考え方ということを聞いてるんだと思うんですけど、まずね、その、もともと自民党はね、この間の国会の中で、いわゆる9条改憲に絡んで、安倍さんはですね、もともと自民党憲法草案にある2条に国防軍を書き込むということを言ってたわけでして、そのことが、このままでいったら国民の理解は得られないということで下ろしたと、もう下ろさらざるを得なかったという、そういうね、問題が一つ、まず前提にあると。で、その上で、3項に自衛隊を書き込むというのは、単に自民党の案だけじゃなくて、日本会議をはじめとする右派改憲団体の狙いもあってで、それをまあ、声高に叫んでいるという背景があると、その背景があると、これ2つ目。3つ目はね、そうなりますとね、この問題について、彼らの手法ってのは何かと、どっか書き込んで、で、声高に叫ばずに選挙やり過ごしてやろうっていうのが、まあ、いつものパターンだと、しかし今度は大義なき選挙だと言われてるから、少し目玉にしようかっていうのは、まあ大体ね、その程度のことをやってるんだけども、腹積もりはもともと憲法9条を改悪しようというのが腹だから、そういう意味で言うと、我々としては真正面から、これ立ち向かっていく必要があると。したがって私たちからすれば憲法の9条改悪を反対するということを真正面から掲げて戦いたいと。で、それは最大の争点の一つとなるというふうに考えています。で、そのことは6月4日に当時の党首会談で行ったように安倍政権の下での憲法9条改悪に反対をすると。いう当時の合意あるわけで、それをしっかり踏まえて、今回の選挙にあたっても合意できるように、合意できるようにといいますか、それを基礎にね、やっていくための打ち合わせがして、合意に進めていければいいなと思っていますし、可能だと私は思っています。ほな、はいはいはい、でも国対委員長としてなんですけど、先ほど年金の問題で集中審査が終わりましたが、はい、さらに要するに総理のです、ね、質疑を要求してますけど、やっぱり今日の質疑で不十分という、そういうことでしょうか。今日の質疑で、皆さんご覧になったかどうか、ちょっと分からないので、私、全部言うことはできませんけどね、面白かったなと思ったのは、副大臣であった橋本さんがですね、岳さんが、自分が副大臣の時に去年の段階で、総点検をしていたにもかかわらず、そういう事態を知らなかったという話をしてたのは、多分見てるから私に質問してんだと思うんだけど、そこに見られるように、政府がまともな説明すらできないし、当時、厚労副大臣であった方ですらね、そう疑問を呈さざるを得ないと。でしかも、やった方々が、おられないというようなことだとか含めてですね、質疑は極めて不十分であって、政府のやり方が政府の中におられた方自身が問題提起せざるを得ないという、もうこれほどずさんなことはあるだろうかと思うんですね。したがって私としては、今、お話のあったように、この閉中審査に基づいて、引き続き総理出席の議論をしようじゃないかということ、どう思うかということですから、それは当然やるべき筋だというふうに思いますし、こういう点でもね、やはりこのずさんで行政がええ加減になっているという点は明確になったかと思います。したがって、引き続き解明が必要だと。ところがその時にね、このお分かりの通り、
閉中審査を定例化するみたいな話じゃないんですよ。もともとね、臨時国会を開きゃいいわけでね、そういう追及から逃れようとする三段の一つとしてやるようではダメだということはあえて言っておきたいと思います。ほな、よろしくお願いしますか。おきに。